うわー今日さ台風が近づいてきててさ風とか雨がひどくなってきたなあってよ <laughs> どうしたんって息がかなり荒くなってるやんもしかしてあれかパニック発作の症状が出てもうたんかああもうほらほら大丈夫やでうんほら はい、キュー <laughs> よしよしもう大丈夫やぞじゃあ僕の息に合わせてゆっくり呼吸してみてうんほら鼻からゆっくり吸って吐いてはいもう一回鼻からゆっくり吸ってで吐いてうんはははあ そうやんうん上手やでよしよしえー、こやなそれをゆっくり続けてみじゃあ僕が君の背中をゆっくりさすってあげるからなほら落ち着くか <laughs> ごめんなさいって大丈夫やって。 そんなことで謝らんでええねんぞいやだってさ台風が来る前に気圧で体調を崩す人が多いっていうのは俺結構聞くからな <laughs> 大丈夫やってそんな珍しいことじゃないんやからなうんなあそれよりもさちゃんとベッドで休もううんお姫様抱っこで運んであげるからな ん、ちょっとええかうんじゃあ僕の首に手回してもうてもええかああそうそうよいしょっとじゃあ行くでーしっかり捕まっときや <laughs> うんよっとえでもなんか軽くなってへん前よりああいやなんでもないじゃあとりあえず行こううんよいしょ ちょっとはい着いたでじゃあゆっくり下ろしてあげるからなはいよ、えー、ょっとでしっかりお布団もかけてあげてと <laughs> 別に気にせんでってこんなことなうんでもさだいぶ呼吸がさっきよりも良くなってきてるみたいやな頭痛とかはないか え頭痛いけど薬飲みたくないうーんそんなんダメやであんまわがまま言うとあかんぞうーんあそうやじゃあさお薬が飲みたくない彼女のためにゼリーがあってんな <laughs> うんちょっと待っときやああ取ってくるわゼリーと痛み止めと発作の薬なちょっと待っときや よしよし！はい、取ってきたで。えーっとこれやったら飲めるかな？よ <laughs> いしょこうしてこうしてと。はい、お待たせ。準備できたから体をゆっくり起こしてあげんな。はい、起き上がるな。はいよいしょっと。<laughs> よくできました。<laughs> 偉い、ね、で。で次はお薬な。このゼリーの中に薬を入れておくから。え <laughs> やっぱり飲みたくないってうーんいやでもさお薬を飲んだら頭痛や発作が少しずつ楽になんねんで。<laughs> うんそうやって。うん でもお薬嫌やもんなまあでもさちょっと頑張ってみい。ひんうん飲みやすいと思うでしかもこれ君の大好きなゼリーやろその中にお薬が入ってるからこうやってスプーンで混ぜて飲みやすくなるからな大丈夫やぞほらちょっとやってみほら口開けてはいあーうん ああおおえらいな。よしよしえい、ー、子やぞ。<laughs> はいじゃあそのままごっくんできるかな。<laughs> おおよしよしえい、ー、子やな。よくできました。<laughs> うんよしよしえい、ー、子やぞ。お薬ちゃんと飲めたから。 またゆっくりベッドに横になろうなうんじゃあ横にしてあげるなはいよいしょっとえ <laughs> ほらまた謝るやろア <laughs> 別にそんなんええのにさだってこんなん気味が悪いわけじゃないやろな 台風の時は気圧が下がりやすいんやからいろんな人が自律神経のバランスを崩しやすいねんでだから君がこうやってパニックの発作が先に出ちゃってしんどい思いすんのも大丈夫やで別におかしいことじゃないんやで <laughs> でも苦しかったやんな大丈夫かうんえなあもう 泣かんとってほらもう泣いてもうたらまた過呼吸になってまうやろ <laughs> ほらもう泣きやみほらちゃんと落ち着いてんゆっくりでええんやからな全然焦らんでええねんで <laughs> 怖がらんとってんほらじゃあもう一回さっきのやろうかはい落ち着いて ゆっくり鼻から吸って吐いてはいもう一回な鼻からゆっくり吸って吐いて体からも力抜きやうんああそうそう上手やな <laughs> 大丈夫やぞなんてったって君には僕がついてんねやからな風や雨は確かにすごいけどさ 僕がちゃんと添い寝して寝かしつけてあげるからな大丈夫やぞ <laughs> うんじゃあなあ,あのさちょっと君の隣にお邪魔してもいいあ <laughs>、うん、じゃあお邪魔しますとまあほら早くこっちにおいでうんハイキューあ,あ君の体ってめっちゃあったかいな <laughs> でも今日はきつかったやろゆっくりお休みな <laughs> う<ー>ん <laughs> 今のは「早くよくなりますように」っていうキスのおまじないやで <laughs> ねえ恥ずかしいんかあ赤くなった <laughs> うん、じゃあもう一回ギューってしようほらはいギューよしよしえ、こやでよしよし <laughs> もう大丈夫やからなうんよしよし大丈夫やであえもう寝ちゃったん <laughs> あーでもさ 僕の彼女さんの寝顔ってやっぱめっちゃ可愛いな <laughs> あ,あ。あでも台風の前とかさ台風が来る前ってこうやって君が辛そうにしてるときあるやろもうそのために僕が君をこうやって甘やかしていっぱい慰めてあげたいもう大事な彼女を守ってあげたい。は <laughs> あ,あ。 でも明日にはちゃんと君の体調が良くなってたらええな。うん。愛してんで。僕の大事な彼女様。<laughs>